はい、どうも、ケンパです。今回もね、空気読んでいきたいと思います。引っ越しのバイトです。運ばねば。これはね、パパの DVD やね。いろいろ入っとるけんな。パパの DVD はな。82問目。書いたら、どこか。書いたら、こうなるわけ。おい、グラサーすんな。どんな仕組みなの。はい、83問目。ずれな、引かれるで。おい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 、強気やな。福岡はこんな感じの人いっぱいおったわ。なぜか強気なやつ。はーい、空気読みたね。84問目。1月、2月。わあ、節分ね。あ、2月 ?2 月やんな。85問目。地獄に落とされた悪党神田た。はい。しかし、過去に一度だけ雲を助けたことに免じて、お釈迦様は雲の糸をお垂らしになったのですと。はいはいはい。そして神田太が糸を登ろうとすると、うわー、他のの亡者たちも一斉に糸に群がってきたのでした。そうやんな。神田太、皆さん落ち着きましょう。みんなが一緒に登れば、一気に登れば糸は切れてしまうかも。頭いいな、頭いい。説得力ある、説得力ある。みんな一列に並んで一人ずつ登り、上についたものは次のものを読んでください。頭いいな、説得力ある。語彙力ダメやで。切ったらもう何もさ、おいさ、押しちゃダメなんよ。途中経過いい感じやっちゃない。今回の5問は程よく、どこでミスったかね。次行こう。86問目。おシェイク、シャカシャカ。コントローラー振るとかあるんや。はい、成功だね。87問目。座んな、座んな。うん。おー、待って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 。あ、ちょちょちょ、あ、いや、すごい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 。あ、ちょちょ。なんでそんな当たっちゃった。何もせんでよかったんかな。おい、ナイスサーブ。何もせんでいいね、ここはね。はいはいはい、何もせんでいい。ちょっと一回ね、タイミングミスっちゃったね。89問目。娘さんと結婚させてください、まで。おい。おい。おい。あー、ずれてからおね、そうやな、座布団の上じゃいかんな、お願いしますわ。100年に一度だ。ん、ちゃんと合わせよ。おい、日食ありがとうございます。途中経過ちょっとね、一回ね、電車でね、程よく読めてるっぽい。次行きましょう。91問目。あ、閉めよ閉めよ。うん、冷静。うん、ずっと閉めとこ。92問目。キリン。むしゃむしゃ。あ、どうぞ。空気読めたね。ちっちゃい子のためにね、持っていくんよね。93問目。リズムに合わせて一生懸命。リズムは得意。おーい。いいね。おーい。メイドインワリオやん。90問目。せーの。よいしょ。
3回あったんや。95問目。で、いくよー。はい。イエーイ。おい、いいね。カウントダウンライブ。途中経過。そこはかとなくね、ちょっとね、一個惜しかったね。96問目。行ったら赤にする。お前偉っ。あいつらが一番偉いわ。97問目。ボタンを押して手を叩く。はい。お手を拝借。よー。万歳。絶対無理やん。初見殺しやん。お前が見てるときはいいよ。なるほどね。見てるときに生まれよう。あ、生まれん。連打が足りんかった。99問目。みんな。はいはいはい。電光取って終わるぞ。そうやんな。流していこう。いいね。エンドロールね。ちょっと、あ、なんかおっきいの来たね。お前はいらんじゃない。ちょっと顔だ見てみる。でかいでかいでかい。いやいやいや、みんな外見るやろ、こんなおったら。みんな卒業したら、それぞれの道を歩むことになると。時にはいやいや空気を読まなきゃいけないこともあるかもしれない。けれど、空気を読むことだけに固執するあまり、自分をないがしろにするなよ。周りの空気も自分の気持ちも、どちらも大切にすることができる。そんな強い大人になってください。はーい、確かにね、大事だね。でかいのずっと見てる。それじゃあ院長号令、起立、礼、さようなら、さようなら。100問目最後だね。赤子だね。アブアブやん。キャッキャッ。どうしたん？俺今歩けるようになった。感じる。ノートパソコン買っていい？ダメー。あははは。おい、だったで。おい、ミーヤ。おい、ナイスタイミングね。カメラ、カメラ。おい、カメラ。どうすればいい？もう空気読んでよ。頑張れ、頑張っちゃうよ。マミー、パピー。はーい、ということでね、空気読んだね、2も。今回の5問は、なんとはなしに読めてるっぽい。はい、ということでね、またね、次回もね、空気読んでいきたいと思います。またスマブラするかな。674点か。かなり空気を読めてる人気者の海外ボランティア。よくわからんが。常識力と専門知識はあると。社会的マナーやエチケットなど、一般常識の力、これを知ることは空気を読める人への第一歩。一般常識側のピンポイントな知識の力。なるほどね。はい。ということで、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。